さて、続きをこちらでいきましょう。ここでは確か16ラウンドをクリアしろっていうイートインのあれがあったな。挑戦状の内容がフロア16の扉に入れ、すなわち16階まで行けっつこった。ステージセレクトとかってあったかな。キラッキラッとたまに。光の魔法。大人気水場。32年。まあ普通にクリアするか。そんなに難しいっていうレベルでもないし。リーズマーンと。うわー、懐かしのリーズマンやな。たまに光るってのはよくわかんないから普通にクリアしよう。ありのかありの少年のマジカルロッドやのセリフも久々だな。まあ久々っつうほど前にやったわけでもないんだけど。あそこで油断してぶつかると元も子もないからな。クリボーを踏んで倒すと100点。まあでもあれぶつけりゃ方向転換っていうことだからな。しかしほんとゲームセンター CX のアリノの挑戦状2、これのやり方をなんで3でもやってくれなかったんだろうなと。多分このやり方の状態のままで3もやってくれたらめっちゃくちゃいいソフトになっていたはずなのに、あのパターンを変えてしまったことでみんなからクソゲー扱い、まあわかるような気がします。なんていうのかな、
プレイしていたまたやりたいっていう気持ちにならなかったんですよね、3は。まあそれなのかな。みんながクソゲー呼ばわりするってのも、どっちから始めても OK なわけか。歌うん、本当に。さっきやられた分が復活したっていうだけなんだよな。で、4フロアごとにこの寸劇を見るという。さーて、6階に来ました。4と次のは、どうだ、あれでか。おっと、タイミングがつかめる。マジかよ、ない。取りに行きたくてもタイミングがつかめなかったんだよ。次はあそこか。これだな。ゲット4倍。よし、ゲット。だだだ、光ってんのとか。危ねえ危ねえ危ねえ。わかってるよ。次は青だな。次はどこか。青いロトだったらそのまま逃げないんだけどな。よし、ゲット。次もう OK だな。あとは、おっと、マジカル、それを待ってた。もうこれで、確かにもうだよな。ダンスを倒してもキリないな。どうした、焦りすぎや。本当に今のは焦りすぎだ。
と、しかも出口や。結果クリア。はあ。七。光は。あれだ。キラリン。はい、間違えて取ったんだ。ボーナス、うん、失敗したから。どういう取り方でも関係なし。もうはいよ。次はあっちか。出た4倍光ってんの取った。ナイス、取れなかった。うわ、痛い痛い。しっかりせえや。あそこのどん。行ってみようか。あそこか、壁だった。あとはこの。そこか、だだっとっとっと。そこはちょっとちょっとちょっとって言わないと。こっちから行くとダメか。だだだ。危ない危ない。どこだ次のハッカリアターン。さあ、分かってるよ、単に方向転換させたかっただけだ。チ
まだ赤いやつが残ってた。もう最後の最後だから取る順番関係なし。あぶねえ。10あと6。じゃあ。今度は音は誰だ音。どこ行っとんねん。ちょっと前だったのかい。次の光る場所、あそこだな。なあ。一回ぶつけや、ほぼや、だい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 。もう今さらあれ取りに行くよりマジカル取りに行くよりも普通にクリアした方が良かった。次のどこだ、あれか。次はどこだ、あれか。
宝石は無理して取りに行かないつもりではいたけれども、早すぎる。やば。危ねえ。回転して倒してもキリないな。出口クリアした。せっかちやな。まあね、せっかちっつーか。もう次どこ、あそこ。うわ、危ねえ。もうポイントやらスピードやら関係ない。ボーナスやったー。すげー、すげーけども、取り切れるかどうかっていうのは別問題。マリオじゃないんだからよ。ワンナップ、ワンナップや。チェンジ。と今度は逆に。ヒューリー出てる。ヒューリーって。で14、あと2つ。さあ、なっからそれが出てくれるのはありがたい。ポイントはなくなるけれども、なあ、よっしゃー。あ、ラッキー。じゃあ一つ取り逃した。この色ちゃうで。うわ、やばい。あー、危ねえ、また取り逃すとこだった。いいんだよ、方向転換させるために言ったんだよ。おい、上の色ちゃうで。なんか急がなあかんちゃう。出たー、クリア。さーて15。
来たーって言っても大したもんじゃねえけどな。これで青はオッケーと。おお、くそ。方向転換へと、おい、自ら当たりに行くようなとこだった今。うわ、難しそう。さーてと、どう、ゲット。もうここまで来たら取る順番なんか関係ないからな。とにかく一つでも取っていく。それありがたい。ただそれ取ったら今度は死ぬことは許されない。それでワンアップしてくれ。いやまだ早すぎる。まだ半分近く残ってんのに。元に行ける時間はねえけれども、残りこれさえ、くそ。やったな。やっぱお前何やらせてもうまいな。今遊んでもウィズマン、やっぱりウィズマンやな。そういえば昔のゲームってこんなにシンプルやったんやな。ゲームっていつの間にかすんげえどこまで進歩してんねんな。昔から今までずっとゲームで遊んどって、ゲームの進歩をリアルタイムで経験してきた俺だって、言うてみたら歴史の生き証人やな。今の俺、ええこと言うたんちゃう？メモ取っといてもいいぞ。人間国宝、ありのとかっていうファミコンソフトの嘘のネタを考えつくっていうのがあったな。次はゲームを変えて挑戦してもらうね。次のゲームは無敵剣カンフーや。そしてお待ちかねの挑戦はこれやで。ツーピーバーサスで対戦して勝て。対戦相手はお前の横に座っとる俺やで。お前俺に勝てるかな。ゲーム変わんのか。やっかいやな。俺とお前で対戦してお前が勝てばいいやな。ぶっ飛ばす。お前やる気やな。そう来るんやったら俺は手加減なんかせえへんぞ。せいぜい堂々勝負しようやないか。ずっと一緒に隣にいたからこそお互いにゲームができるっていうちょっとした燃える。もしもし、アリナですけど、新しいハードの噂が続々と出とるっちゅうのに、お前まだあの負けハードに笑っとんの？負けハードとか言うな、エンター M3500 じゃ。自慢のスペックも32ビットキと比べるとちょっとしょぼいしな。そこで拡張パーツをつけてパワーアップさせんねやないかい。ハードの上下左右にいろんなパーツつければ、32ビット機に勝て負けへんで。ゲームハード技術でできとるんちゃう？夢でできとんね。なあ、そうですか。まあゲームがおもろければなんだっていいけどな。確かに。
俺子供のファンは大事にしていこうとさーてトット 2P バーサスで勝ちましょうと。ちょっと高さが足らなくてやりにくいな。間違えた。間違えた。カンフーで俺と対戦プレイするんやな。対戦しよう。よし一緒に遊ぼうで。バスコーン言わせてやるからな。覚悟せよ。バスコーンだった。こっちだな。人のこと言えねえやないかい。はい、さっきと比べ物にらんねえくらい。お前強なったな。もう俺から教えることは何もないわ。にしちゃおう。そういえば何か教えた覚えはないけどな。俺との戦いはどうやった。子供の俺結構頑張っとったやろ。さあそんじゃ次はガンディアリで挑戦や。まあこれも一気にやってまうか。一人でも二人でもいいからガンディエルをプレイして、この庭のスペシャルのを全部出現させて、一つでも取り流してこの庭をクリアすると、その時点で挑戦失敗になるで、その時はリセットして最初からやり直せんやで。今度はガンディエルやで、二人でもいいで言うとったしパネル探して使ったのか、よろしく。よっしゃ、二人で協力してサクッとクリアしたろうね。お前の見せ場がなくなるくらい大活躍したのからな。ポリゴン質か、なんかゲームの新技術みたいやけど、ポリゴンってどんなん。カクカクしてる。カクカクでどういうこっちゃ。テクスチャー、モーション、レンダリング、トゥーンシェード。待て待て待て、ちょ待てや、メルヘンの口でござるから言わせんといて。ああ、もう当時はそういうレベルなんだな。もしもし、お父さん。お父さん。ダメ。一緒にやろう。このワイドの分をゲットしたからうまくいけるやろと思ってやったら見事にやった。どこだ、あそこだ。おっと、くそ、取り逃した。取り逃したんだよ、さっき。
つはここの真ん中。今度は側面の底を一気にクリアする。でさっきはここら辺で、あれさっきはあのもう一つの分を取り逃したってのに気づいたからな。であとは他にどこにあるかな。取った。あとは A と L。 あとどこだ。やったー、またクリアや。隠されたパネルを探したのが難儀やったな。そういえば友達から聞いてんけど、ゲームが CD メディアで発売されるようになるんやて。新しいハードがいくつも発売されるらしいで。32ビット機ってそう呼ばれとるらしいわ。32ビット機っちゅうのは一体何がすごいんや。ムービーがすごい。ムービーってなんやねん。ゲームの話をしてんねんぞ。いやだからゲームやって、ムービーって要は映画やろ。話噛み合わない、意味がわからへん。こっちはゲームやってんねんぞ。いよいよ次が最後の挑戦や。心して受け取るがいいです。スーパーデモニターズのスコア20万点絶対すぐには無理だ。スーパーデモニターズで20万点取れ。最後やから今まで4ヒントなんか言うてやらん。自分の力とか足や友達を信じてクリアするんやで。ほら最後の挑戦頑張ってクリアしてな。まあ実は違うんだけどね。これが最後やな。お前が挑戦クリアして元の時代に戻れるように俺がサポートしてるからな。安心してでーぞ。ほら頑張っていこうか。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。よし、ほどかりょうや。もうちょっと遊ぼうか。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。まあこの前言った通り、これをクリアした後にあと最終挑戦として全部の分をクリアせよっていう挑戦の内容がありますが、まあそこまでは正直できません、自分の腕では。ので課長は名探偵と、まあガーディアクエストサーガ、こいつのこの2つはまともにクリアしていこうと思いますが、他はほっぽっときます。それでは